俺ぐらいになると抜け出すなんて簡単なんだよ。それ脱獄ってやつ、すげえ。大きな声で言うなよ。ところでさ、パンネロは配達にでも行ってるのか。今日は来てないよ。珍しいよね、パンネロ姉ちゃんがサボるなんてさ。ミケロさんもいないんだ。さっき慌てて出てったよ。みんな忙しいんだな。僕も店番で大変なんだよね。ダランジーの用事もあるのに手が離せないんだよ。ダランジーか。なあ、俺が代わってやろうか。いいの？どうせやることないしな。元気そうではないか。ナルビナ送りと聞いとったが。抜け出してきたんだ。それだけじゃなくて、ほら、なんと盗み出しおったか。ダランジーがいろいろ教えてくれたおかげだよ。ガキだと思っとったがやるようになったの。よし万葉、お前を見込んで頼みがある。カイツに任せるつもりでおったが、お前の方がふさわしかろう。いや、お前でなくてはならん。こいつをな、アズラスという男に届けてくれんか。これって騎士団の剣じゃないか。アズラスの居場所は地図に印をつけておいた。よいか、必ず本人に直接手渡すんじゃぞ。わしの名を出せば取り継いでくれるはずじゃ。わかった。なあ、引き受ける代わりに俺も一つ頼んでいいか。
パンネロがどこにいるか調べてくれよ。王宮の宝見せてやろうと思ったのに見当たらなくてさ。ああ、調べておこう。よろしくな。あの剣でかつての団結を思い出せばよいがの。ならばオンドール公の発表はどうなる。王爵も騙されていたというのか。陛下を暗殺したのが将軍ではなくジャッジだというなら話はつながる。だとすれば将軍はジャッジの兄弟だぞ。そんな男を信用できるものか。やっと俺の知っているバッシュになったな。ならば共に戦えるか。本人の言葉だけでは信じられん。帝国に都合の良すぎるオンドールの発表よりマシだ。レックスも嘘をついていたのか。兄さんが嘘なんかつくなよ。そうだ、レックスは目撃者に仕立てられたんだ。私が陛下を暗殺したと見せかける帝国の陰謀だ。よくよく縁があるな。レックスの弟か。こんな子供なら信じるかもしれんが、お前の話には何の証拠もない。共に動くわけにはいかん。アマリアは救うべき人ではないのか。部下の命を預かる以上最悪の可能性を考えるのが俺の務めだ。あの夜のベイン襲撃も見抜かれ泳がされていた。オンドール同様お前も帝国の犬かもしれん。ならばどうする。俺を拘束するか。お前は変わらんな、ウォースラ。忘れるな、バッシュ。ダラマスカ全土に解放軍の目が光っている。お前はカゴの鳥も同然だ。構わん、それならもう慣れた。アマリアか。あいつも解放軍だったんだな。あったんだろ。ナルビナ送りの前に少しだけきっつい感じでさ。君は私の道に幾度となく絡む危険だな。迷惑だよ。すまんな。迷惑ついでだ。最後に頼みたい、バルフレアに会わせてくれ。今いるのはアシだ。これで貸し借りなしだからな。借り？ナルビナ、あんたがいなきゃ無理だった。
みんな戦争で親を亡くしたんだ。うちの親はその前にいなかったけど、二人とも流行り病でさ。すまんな、思い出させて。別にいいよ、もう5年だしな。それからはパンネロの家族が面倒見てくれてたんだ。でも戦争でみんな死んだ。すまなかった。何度も謝るなって。俺だってガキじゃないんだから。もう分かってる。兄さんのことあんたのせいじゃない。悪いのは帝国だ。あんたを信じた兄さんは間違ってなかったんだ。あいつが勝手に誤解しただけだ。誤解だろうが6回だろうが、パンネロがさらわれたのはあんたの責任じゃないか。おい、パンネロがなんだよ。おお、まあ、無事だったか。パンネロがさらわれたら、ゴルツキゼモが手紙をよこしたんだ。バルフレアを名指しでな、ビエルバの魔石港に来いとな。バッガモなんよ、ナルビナにいた。あの子に何かあったら親御さんの墓前に何で報告すればいいんだ。ほら、さっさと助けに行け。空賊っていうのはそういうもんだろう。男の手紙に呼ばれてか。だいたいビュエルバには帝国の艦隊が集結中なんだぞ。じゃあ俺が行くよ。空賊なら飛空艇ぐらい持ってるだろう。送ってくれたら俺がパンネロを助ける。付き合うぞ。え？私もビュエルバには用がある。公爵と直談判か。頼む、送ってくれたらあんたにやるよ。手間のかかる女神ね。さっさと支度してこい。すぐ立つぞ。わかった。
Oh.
Thank you.